けましておめでとうございます。2023年いよいよ始まりましたね。今日実はね、武蔵野ホーストレッキングクラブっていうところに来てて、この初詣にね、馬に乗って行こうじゃないかってことになってるんだよね。インフィニック、馬とスピリチュアルって何か関係はあるんですか？いや、馬はユニコーンだったんで。ユニコーン、はい、地球に残ったんですよね。あ、地球に残った組が馬になってるわけ。角を落としてリセンションして、はい、あ、いやてますよ。で、じゃあこの宇宙に行った組が馬な、あれユニコーンなわけか。なるほど。これからちょっと馬に乗って、馬頭観音初詣に行ってみようと思うんだよね。では行ってきまーす。行こう。19日が馬頭観音の大祭なんだって。あのオレオくんとかも出撃なんだって。あのちっちゃいコニー、オレオも出撃で、河原を見ると、河原のこのね、ほら河原があって丸いところがあの馬なんだって。だ、本当に馬頭観音だから馬尽くしなんで、ぜひ細かいところもいっぱい見てくださいって言ってたよ。はい、お疲れです。ありがとう。うん、来ました。よいしょ。よいしょ。